い再開。スタートボタン押したらね、スタートボタン押したら時間止められるんだけど、ついね3つ続けざまに撮っております。パートを続けております。3つぐらいになってくるとですね、もう本当に喋ることが何もない。あ、パート1だ、そのパート18、19、20って言ってきたところでね、別に大して身のある話もしてなかったからと思うけどね。キャラメルガチャ出たんじゃなかったか。120円、これはいらないな。100円で無理なのに120円でさせてくれるってことはねえと思うけどな。さっきのパートを見直せば、あるいはキャラメルチョコレート、この辺りで買う。おもむろに買ってる。はいはい、ありがとうございます。これを1070円、チョコガチャ出して。はいはい、やった。くじを1回ガチャ出してない、ガチャで次言ってて、くじ1回。あれチョコならくじさせてくれんのか。外れか。当たりそうな気がしねえ。残念でした。もういいよ、雨止まねえかな。CM 終わったら何の実況しようかなとか、まあ現実問題もう一つ別の実況も上げていこうかな、上げてるけどもね、一つだけではちょっとあまりにも淡白すぎるんで、なんか上げるなら一つ上げてるときにもう一つ、もう全く別口のやつを上げて、別の人もまあ楽しめる風を装いたいかなと思って何か考えてはいるけどね。いつか桜大戦の実況したいんですよね。桜大戦1から4まで全部揃ってるんで。ちょっと待って、入れねえ。一般の人は入れませんよ。すいません、出てってください。はいはいはい、桜大戦やりたいんですけどね。まあ戦務終わってからだな。やるかどうかすら考えるのも、やるかどうか考えるのすらもか。でも他になんかやるのあるかな。ジェットセットラジオやりたいな、思ってる。あとは、あと何があるかな。まあいろいろなドリームキャストのソフトを持っているんだけども、あ、これいい。これスクショ撮っとこうで、写真撮っとこう、写真写メっとこう、写メる限界まで引いて、米軍基地施設とかまで。現在ここにいて、多分これが旧総合屋だよね。でバス停が ここか、ここにバス止まって、ここからまっすぐ北に行ったら旧総合屋ってことだったのか。で8番倉庫はこう行ってこっちに来てて、こっちからこう行って、ここにトムの店があったのかな。おう、もう分かった。地図読み込むの得意なんだ、実は。中央取ってっていうのかな、あれ。ねえ、この辺の字とか、すごい難しいよ。カノンブスさんとか、アルファ貿易、網浜ふ頭かな。これ岐阜のふの字のような気がする。もう覚えたから、これはもう迷いませんよ。一回見たら覚えます、地図は。チリに地震に来たから。A ランチ、B ランチ、チャーハン、おうどん、おそば、中華そば、海軍カレー、ゆで卵。ランチ安いなぁ、いいなぁ。その周りうどんが高えな。東日本だからか、ここが。また今度ね。バイバイ。なんやねん。すいません。すいません。はい、なに？ハラロンって何？旧倉庫街のことを。あそこから食べに来る人、ここじゃ女の子の話しかしないからね。なんのこっちゃ。そうですか。前に忘れ物届けに行ってあげたことがあるけど、これなんなの、これ中へ入れてくれなかったしね。そうですか。おばさん。お兄ちゃん、ここじゃおばさんがみんなんか食べてく。いや、今は基本的に誘いは断っていく。そっちはね、このハラロンってなんなの、実態なんなの。ダメだ、焦点がいかない。
何なんだろうこれ。春北海道の類かなと思ったけど、そうでもないかもしれない。チャーハン、おうどん、おそば、中華そば、 A ランチ、いや、 A ランチ寄ってもわかんない。ゆで卵だけあっちに貼ってやる。あ、ゆで卵50円安い気がするな。高いけど安い。メニューと灰皿とあるだけ。もういいか、こん中は。特にヒントらしいヒントもねえし、もう7時になってるし。技書読もうと思ってたけど、技書読もうと思ってたけど、読む暇なかった、結局。まあ7時でね、7時で夜じゃないって言うんだったら、8時ぐらいまで時間潰して。8時で夜じゃないって言われたら、9時ぐらいまで時間潰して、で、こっちじゃねえよ、こっちだよ。こっちだよ。あれ、あの人まだ走ってる。一人にしてお姉さんがまだ走ってる。何か？あの、悪いけど誰か違う人に聞いてもらえますか？そうですか。あれ、一人にしてくださいって言わないな。あの、ごめんなさい、他で聞いてみ。よく見たらこの人ショートカットじゃなかった。ほら、あのツインテイみたいになってるな。お下げみたいなね。ショートカットじゃなかった。どうでもいいか。そういえばさ、全然関係ない話なんだけどさ、あの岩村がね、あ、今村がねじゃねえよつい岩村の話をしたくなってしちゃってるけど、これ野球つくじゃないんだから、岩村の話でもしょうがねえわ。あの、野球の話する意味ね。旧倉庫街のうちの。そうですか、そうですか。こっちは旧倉庫街じゃない。ああ、ちょっと、はい、立ち入り禁止だから。はい、ほら出て出て。はいはい。こっちが旧倉庫街だな。お、行けそうな雰囲気はある。ミニイベントが残り13分でこれを突破できるだろうか。なんか見つからんように行くようなあれだったような気がするぞ。危ね。はい、もしもし。あ、電池買ってきてよかった。よし、今のうちに電池買ってきてよかった。やつも疲れでしょ。うん、何か書いてあるな。第6倉庫見えるって。あ、見えんか。ここ動画のあのね、色の加減によっては見えんかもしれない。あの、明度によっては。警備員か、見つかると面倒だな。こういう PS のゲームがあった。プレステの天柱かなんか、そういうゲームがあった気がする。よいしょ。これ確かあの警備員の動きみたいなのが実は決まってて、それ把握したらいけるんじゃなかったかな。これ厳しいな。こっち来たらもう終わりじゃんね。闇雲に走っている。闇雲に行っている。危ねえ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 。しかこっち来てるし。いかん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 。そこの前、何してる？やばいな、やばいな、終わる気がせんぞこれ。まずいまずい。今度やったら容赦しねえぞ。終わった。仕方ない、明日出直すか。明日出直すのか。一発でクリアしたかったな。なんか、え？明日出直さないのか。俺は明日出直した方がいいと思うよ。大
第8がどこにあるのか分かんないんだよな。いけそう？全然行けなさそう。行けた。そこお前何してる？ちょっと待ってくれ。逃げれるのかこれ。待て。銃。バンジキュース。ギャス。おとなしくしろ。水飲んでいいですか。もう勝手に入ってくんなよ。ダメだこれは。これは実況にできないよ。カットした勢い。仕方ない、明日で直すか。まずいな。しかもずっと7時が繰り返されてる。クリアするまで、しかも雪が降り始めてる。こんなのね。とりあえず入っちまうか、どっかのあれ。セーフ。第10番倉庫。うわ、危ねえ。出てた、見つかってた。向こう行った。この辺入っとこう、とりあえず。入れない？入れないかな。入れないな。蜂がどこにあるか分かんないときついってば。こういった。あれの人はこっち見ないから。1番だな。1番。来てるね。来てるのどうしようもないよな。隠れて過ごすしかない。スリル感あるわ。これでやり過ごせるか。まずい。ダメか。何する。ダメだろう。勝手に入っちゃう。すみません。いくら地理に自信があってもな。もう面倒動くなよ。一番のわからんのを探すのはきついって。どこがさ、こんだけ真っ暗だとさ、どこが一番なのかもわかんなかったしさ、どっちの方に行って一番だったのかも。これはどうする。カットするか。カットした方がいいんじゃないか。でもここほんと面倒くさかった記憶はある。子供ながらにほんと面倒くさかった記憶はある。命からがらなんとか蜂にたどり着いたみたいな、そんな感じだった気がする。命からがらじゃないけども、全く命は危なくなってないけど。いやー、警備員に見つかったらな、ただごとじゃないよな。実際そこお前ちょっと何してる。5番でしょここ。今5番見たね。止まれ。止まんない止まんない。止まるんじゃねえぞ。俺がどうのこうので止まるんじゃねえぞ。4番、今4番見た。おい待て。武術の心になるこの葉月亮をもってしてもかわせない警備員とはな。トライアンドエラーだ。二度と来んなよ。トライアンドエラーだ。もう何回もチャレンジしてやる。こういう時に面白いお話の一つでもできればいいんだけどね。さっき言いかけてたあの岩村の話でもするか。岩村の話でもね、あのヤクルトから確かデビューレイズあたり行った、あのね、でそしてあの楽天に帰ってきた岩村明信の、明信かな、岩村明信の話でもしますかね。やろうと思って野球つくの動画の方でも岩村は出てきて、結構ね、あの出始めだからね、あの期待の新星みたいなのが岩村なんですね。その野球つくのやってる実況のね、
話で言えばね、ちょうどまさにその岩村が出始めた頃で、この後岩村がどうなるかなっていう風な、どう成長していく選手なのかっていう、またどこで見つかった今後ろ、誰だお前は、待て、誰だお前は、待て、後ろで見つかった。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。勝手に入るんじゃない。お家に帰りたい。お家に帰りたい。セーブもできんしさ。お家に帰りたいよ。12月14日日曜日午後7時。繰り返される時間。これ逆にこっちは何があんの？あ、入ってきたところ。ねえかな、そのどこにマップ的なものはないの、この辺に。逆説的にね、こっちでもう帰っていいんじゃねえかな。こっから出るわけにはいかんか。もういいや、それはねえな。第8な、見えねえって。止まれ、ダメだ、ここじゃ見つかる。ダメだろ、勝手に入っちゃダメだ、ここじゃ見つかるって。なんだって、あそこじゃね、あそこじゃね、8番。次はただじゃ済まないぞ。次はただじゃ済まない、もう次ダメかもしれんね。仕方ない、明日出直すか。ダメだ、ここじゃ見直、ここじゃ見つかるって言ったところがさ、第8じゃないかな。水どもおい、そこのお前さん、昨日は見ておったぞ。ん？旧倉庫街に何か用でもあるんかい。ん？もしかしてすごい時間経ってたこの間。まあこんなところじゃなんだ、こっちへ来んか。わしはここに住んで長いからの。初心者お助けイベントが発生している。何でも知っとるぞ。一体俺に何の用か。そんなに警戒せずともよい。わしはただのホームレスじゃよ。ほう、これ旧倉庫街の地図じゃ。ありがてえ。わしがここに住み着いた頃に仲間からもらったものじゃ。このじいさん、これを俺に。わしにはもう不要のものじゃ。地図は頭に入っておるからの。ありがとう、ありがとうございます。蛇の道は蛇。こんなの役に立つわけないでしょう。形しかわからん。いけない？こっち見てる？こっち来てる？ここでクリアしたい。クリアしてこのパート20だっけを終えたいね。そこの、ちょっと待って、何してる、ちょっと待って、俺倉庫のナンバーを確認してただけなのに。1番は見えたな。
そこの前、何する？捕まるわな。捕まるわな。今度やったら容赦しねえぞ。ここまでにします。ハート20。次回。仕方ない。パート21ではね、成功したのをお見せいたしましょう。時間どんどん経ってた。今16日だよ。いやー、この間めっちゃ時間が過ぎてた。ということで、パート20でした。